はい、皆さんこんばんは。今日は7月8日の火曜日、ボギーチャンネルでございます。皆さんこんばんは。今日もはい、今日もこれです。もう本当に次から次に来週しますんで、もうとにかくもう靴下の上からもはい、いやこれ家じゃなくてカバンにいつも入っておりまして、おかしいですね。虫よけ吹いてるんですけどなかなか効かないという本当に不思議な状態でございます。まあそういった中で、今日もまた皆さんにお送りをしていきたいなと思う、ボギーチャンネル、ぜひ皆さんまたお付き合いいただきたいなと思っております。さて、今夜もはいあっという間に73名の皆さんお見えになっております。ありがとうございます。まあ昨日チャンネル桜、そして夕方の玄ちゃんのぬちぐすい耳ぐすい、そして、夜のキャスでかなり熱く喋りすぎまして、やっぱり月曜日の後ってちょっと喉がガラガラしてるっていうんですかね。はい、なんでガラガラしてるか私も分かんないぐらい本当にそういう感じなんですけど、まあ喋りすぎたかなとはないと思いますよ。だって選挙の時はマイク握ってガンガン外出してたわけですからね。だからまあ大丈夫だろうとは思うんですけど、今日もそういった調子でまた皆様にお送りをしていきたいと思っております。さて、今夜はちょっとね実は私今日昼間久しぶりに野嶽ゲートの方に実は行ってきたんですよね。皆さん野嶽ゲート、野嶽ゲートに何しに行ったかと言いますと、はい、なんとフェンスが汚されたっていうことで、まあ、情報が入りまして見に行ったらとんでもないことに、まあ、なっておりました。まあ、それもまた皆さんのお見せしながら今日放送を続けていきたいと思いますけど、まず最初にですねちょっと皆様にお見せしたいのが実はあります。はいちょっと待ってくださいね。なんかマウスがいまいち言うこと聞かないですね。マウスっていうか勝手にあっちこっち飛んでいっちゃうのがちょっと困りもんだなと思うんですけど、今日はちょっと皆さんお見せしたいまず写真、これですね。はい、これ実は先日オーストラリアで、まあ、不幸なはい非常にもう不幸な事故にあって3名の若い海兵隊員が、事故でまあお亡くなりになったということで、この行方不明になってた3名がもう全員ですね、はい、もう帰らぬ人となってたということでとっても残念なんですよね。はい、でその中で、まず1人目ですね。はい、この方なんですけど、はい、なんと26歳、はい、26歳で、このパイロットですね、はい、なんて読むんですかね、この方の名前は。ちょっと英語のあれちょっと読めないんですけど、ベツェルさんですかね。はい、ベツェルさんじゃないですね。ベンジャミンさん、はい、ベンジャミン・クロスさん。26歳、オスプレイの、パイロットで、はい、この方が、まあ、操縦をしてたっていうことでございます。26歳ですね。で2人目がこの方ですね。はい、はい、この方が、ナサニエルですか。はい、この方はなんと21歳ですよ。若い、あまりにもちょっと若すぎる、本当に若い子たちが今回、まあ、帰らぬ人になっています。そしてもう一人がですね、この方ですね。はい、ルーベンさん。はい。ルーベンさんで、なんと19歳。19歳ですよ、皆さん。19歳でね、まあ、事故に遭って帰らぬ人になってしまったってのはとっても残念でならないなというふうに私ね、とても思っています。はい。いや、マスコミ、沖縄のマスコミはもう、どのようなことをね、伝えてるかと言いますと、まあ、沖縄のマスコミの扱い、ちょっと皆様にお見せします。こんな感じ。ドン。はい。コーデさん、どうもありがとうございます。沖縄のメディアは、こういった3名の若者、この若者っていうのは当然沖縄に駐留してますから、沖縄の、ね、街の中をやっぱり楽しんでたはずですし、沖縄にいる間は沖縄の、ね、県民、住民と変わらなく過ごしていたんですよ。ところがこれ、亡くなってしまったことに対して、お悔やみの言葉一つ。シェリーマンさん、どうもこんばんは、こでございます。はい。お悔やみの言葉一つかけることなく、尾長知事、とんでもない期待と批判をしたと。はい。もうこれ、あまりにもちょっと、悲しい。そう。詳細その通り。沖縄に住んでて、沖縄でね、私たちと同じように生活していた。もしかすると、この19歳の若いマリーンなんかは、先日、普天間のシングルマリーンとボーリング大会したんですけど、その時来てたかもしれないんですよ。で、このチーム名がドラゴンズですから、ドラゴンズの方々とは結構パーティーとかもやってね、私たち親交があるんですよ。そうして顔を突き合わせてたね、若者のうちの3名がこうして、まあ、帰らぬ人になってしまったっていうことは本当に悲しい。オスプレイがどうのこうのという前に、まずはですよ、このお亡くなりになった3名の兵士に対し哀悼の意を表することが本来の姿だと思うんですが、全くそんなことございません。はい、これもそうですね。副知事が県の防衛外務トップに抗議と。はい。これ意味がわかんない。副知事が県の防衛外務トップ。副知事が県のトップに抗議。これちょっと字幕が意味がわかんない。はい。あ、皆さんから、はい。たくさんのご冥福をお祈りしますって言葉ありがとうございます。はい。これと比べますと、本当にこの沖縄のメディア、でこうして言ってますよ。尾長知事、起こるべくして起きたと。どうでしょう、皆さん。このね、言葉のどこにも、その死を悼むような思いはありません。まあ、尾長知事は日米同盟を堅持する側だと表明していますけど、そうであればですよ、まあ、日米同盟に従ってこの沖縄に駐留している若者が3名、ね、海外の事故とはいえ亡くなってるわけですから、ね、花を持って4軍司令部に行ってですよ、この3名の勇敢な若者の死に心からの哀悼をね、表したいっていうふうに、4軍調整官のところにね、花持ってくのが普通じゃないですか。はい。なんかね、このオスプレイのトラブル、事故が起きるたんびに、この沖縄のメディア、特に平和団体とか、ね、反対運動をしている人たちっていうのは狂気乱舞するんですよ。これってまるでね、オスプレイの魔女狩りですよ。はい。魔女狩り。おかしいですよ。最初のオスプレイありきなんですよね。ですから、私見ててすごいやっぱり違和感を感じる。ね。飛行機、航空機っていうのはやっぱり人間が作ってますよ。ね。だから、飛ぶものは必ず落ちるんですよ。ただ今回の事故っていうのは沖縄県内じゃないんですよね。県内じゃなくて、オーストラリアで結局起きています。そしてね、この副知事、ブーブー文句を言っております。納得のいく説明はないと。だって今、事故の調査中じゃないですか。ね、説明を今求める前に哀悼の意を表すべきだと私思いますよ。人としてね。これがですよ、同盟国の人間のやることですか。平素はね、守ってもらって何かあったら文句ばっかり言う。そうです、少佐その通り。沖縄所属だからこそ逆にね、哀悼の意を表すべきでしょう、沖縄県知事は。それどころか欠陥期、必ず起きると思っていた。何ですか、この人たちっていうのは。あまりにもね、私、異常すぎると思います。そして、こうしてね、副知事に至りましては、原因究明までの間、オスプレイの飛行中止を米軍に働きかけるように求めるっていうことで、外務省沖縄事務局の方に行ってブー垂れたらしいんですけど、なんか本当にね、そう、タイガージェットシーンさん、南大阪の端っこさん、私本当に同じ思いですよ。人の死をね、こうしていわゆるイデオロギー闘争の道具にする。ね、待ってましたとばっかりに大発狂ですよ。あ、どうも、モンドさん、ニラの束ありがとうございます。今回の事故、本当に待ってましたという感じ。もうこれね、はっきり言って米軍なんかやってられんと思いますよ。はい。そうです。もう本当にこの左翼の連中、もうこのオスプレイが墜落して、兵士が亡くなったのが嬉しくてしょうがないという感じでございます。実はハワイで前にオスプレイが事故が起きて、兵士が帰らぬ人になった時に、このね、沖縄左翼はこれを一生懸命喧伝してましたよ。オスプレイがハワイで落ちました、見てくださいと。挙句の果てに何て言ったかというと、ね、うちの進撃の A 君が、皆さんは亡くなった人の哀悼の意とか表さないんですかって聞いたら、なんでそんなことやらないといけないんだよと。死んでくれてありがとうだよって言ったんですよ。これね、今度また改めて、動画にしてアップしますから。はい。ラプタさん、その通りでございます。死んでくれてありがとうと。もうね、そう。まゆみさんのおっしゃると人間とは思えないようなことをね、平気でやってます。そして沖縄ではこのメディアが、もう完全に米軍ストーカーになっています。なぜかと言いますと、これなんですよね。はい、これのね、皆さん、左上に QAB 情報カメラってあるじゃないですか。つまりここでね、24時間、ね、動画でチェックしてるんですよ。彼らはウェブカメラ据え付けて。多分お仲間がいるんでしょうね、そこにね。まあ、この角度からすればどの建物か多分わかると思いますけど、こうして、普天間基地をね、24時間見張ってる。ストーキングですよ、これ。ストーカーですよ、中佐これ。完全に異常ですよ。当然ながら、ウェブカメラですから ID とパスワードがわかれば、どこぞの国でも見れるわけですからね。はい。本当に米軍ストーカー。そうですよ。尖閣見張った方がずっといい。いや、これってやっぱり法律をね、やっぱり日本が危機意識ないんですよ。やっぱりこの法律っていうのをどんどん、やっぱりもっとやった方がいい。国防のためにね。このように基地に向けて、カメラ向けたらどうだとかね。あ、しげるちゃんどうもこんばんはんこでございます。はい。そしてこういったね、ウェブカメラからの情報で、こうして流すわけです。はい。これ、QAB さんっていう、琉球朝日放送さん。この右側にいる男性のキャスターも、もろにあっち系です。この方の Facebook 見たらすぐわかると思います。完全に、メディアとしての中立性をね、失っています。もう発狂としか言いようがないぐらい。はい。平和という言葉に染まってますね。はい。本当にもう情けないというか、悲しいというか、そんな感じでございます。そして、沖縄左翼。今日、行方不明になってたね、昨日ですか。昨日行方不明になってた最後の1人が見つかって、行方不明者3名の若者たちが全てね帰らぬ人になった、そうしたやっぱりことがあって、やっぱり米軍特に海兵隊の方々は同僚が事故で亡くなってるわけですから、かなりやっぱり辛い思いをしている。その辛い思いをしている基地にこの沖縄左翼は何をやったかというと、こんなことをやりました。ドン。これ今日のね昼間撮影してきました。あ、どうも南大阪の端っこさんありがとうございます。はい、これ後でまた編集してちゃんと載せますからね。はい。このように悲しむね、はい、海兵隊員を鞭打つかのように基地のフェンスにテープをまた貼りまくりました。私これ見た時に本当にめまいがしましたよ。こいつら人間かなと思った。どうですか皆さん。あ、富雄さんどうもニラありがとうございます。普通はさ、人が亡くなったらですよ、花を添えるかなんかやらいいのに、それどころかテープ貼ってフェンス汚すわけですよ。はい、今日はどんどんお見せします。こういった感じ。ね、一番若い海兵隊員19歳。19歳ですよ。で、26歳のパイロットは最後まで機体をねコントロールをして、どうにかこうにか一人でも多く助けようと思って頑張ったんでしょう。パイロットのね、最大の役割っていうのは、この乗員を決して死なせないことだっていうね、私前に聞いたことがありますよ。だから自分がどうなってもいいから、とにかく一人でも多く助かるように、最後の最後まで機体をコントロールしていたんだと思いますよ。はい。そうしてね、26名は、どうにか怪我した方もいますけど、助かっています。しかし3名がね、残念なことになってしまった。そうして非常にね、重い気持ちになってる、その、海兵隊員たちが勤める基地に、そのね、亡くなったことが判明した日に、こうしてね、テープを貼り付ける。これってね、皆さん、鬼畜だと思わないですか？鬼畜。いや、鬼畜ですよ、こうなると。あ、まさとすいさん、どうも、こんばんはんこでございます。はい。鬼畜。いやね、やっぱり、人が亡くなってる時にやっていいことと悪いこと、やっぱりあるでしょう。しかし、これはね、どうなんですか、皆さん、見てて。私、これ今日昼、Facebook の動画でね、現場見ながら、本当にもう声を震わしながら流しましたけど、こうしてね、悲しむ人たちがいるのに、テープを貼って自分たちの、いわゆる主義主張をね、こんなところでやっぱりアピールしてるんですよ。そうです。左翼の本質は所詮これですって石川さんおっしゃる通りで。そうです。石川さん、死者を弔う気持ちがないという文化は、あの国の文化そのものですよね。はい。彼らにとって、メガホン男が言ったみたいに、米兵の命なんて、ね、死んでくれたらありがとうとしか思ってない。そんな連中が、なんで、中東で、米軍との戦闘で、中東の方々が亡くなったのに発狂するんですか？人の命、ぬちど宝というんだったら、分け隔てないはずなのに、本当に、異常すぎるというか、なんというかもう、こういったのを見てたらね、なんか沖縄の平和運動の劣化っていうのは、本当にもう、極まってる。本来であれば、やっぱり新聞とかが、こういった違法行為はおかしいというふうに諌めるべき。それをね、逆にずっと持ち上げてきた。肯定してきた。いや、逆に賛美してきた。結果的に、反戦平和免罪符、反基地無罪っていうおかしな価値観が生まれた。そしてそれに異を唱えれば沖縄県民にあらず右翼だとネトウヨだと言って散々に誹謗中傷する。私たちなんか本当に右翼って言われてますよ。フェンスを掃除したら右翼なんですか？はい。ただね、やっぱり私日本人としてね、人が亡くなってるのにこんなことをするような連中がいてですよ、日本人がみんな一緒だと思われるのがとっても苦痛なんですよ、自分は。本当にやめてほしい。あ、どうも、さき店長ありがとうございます。はい。だから沖縄の行政、誰も行かない。政治家も何も言わない。ね。かといって私たちの一般市民が、弔問に訪れるって言ったって会ってくれるかどうかわかんない。四軍調整官がね。ただやっぱり、自分たちは自分たちでね、きちんと、その、弔意は示すべきだと思っていますよ。今度だからハートクリーンでは私たちは3名のために祈りますっていう横断幕作ってですよ、それ持って立とうかなと思ってますよ。なぜならちょうど1年ぐらい前にこの元米海兵隊で軍属って言ってた男に沖縄の20歳の女の子が殺されたと。その時に、アメリカ人のね、皆さんは、沖縄のために祈りますと言って、プラカードを持って道に立ってずっと頭下げてたんですよ。ね。そのようにやってくれるね、隣人たちに、我々は何をすべきか。何もしないでね、批判ばっかりしてたら、やっぱりダメだと思う。やっぱり行動で示す。そのね、私たちも一緒に、悲しんでるっていう気持ちをね、気持ちをやっぱりきちんと示すべきかなというふうにね、私は思ってます。そうです。榎本さんのおっしゃる通り、まずは黙祷を捧げるのが普通の日本人とか、黙祷どころかね、もう批判ばっかりしてるのがこの沖縄の県知事とその取り巻きと沖縄のメディア。シルバーさん、その通りですよね。それが日本精神じゃないですか。敵味方も関係なく、亡くなった方には敬意を払うと。全くその通りです。レッドワンさんおっしゃるとおり、日本の心、日本精神、そのものなんですよ。まあ、それが今失われている沖縄ってね、本当に彼らの思う通りに、どんどんやっぱり向かってるんじゃないかなっていうふうにね、思っています。はい、そして、もう本当にもう今日も本当にもう辛い写真ばっかり。そこに落ちてたのがこれだったんですけどね。これひっくり返したら多分口紅がついてたと思いますよ。これもう汚らしくて触らなかったんですけど、まあこのテープを貼る人たちは大体も予想ついています。おばばたちですね。はい。辺野古からも追い出されて最近、意気消沈として何もしなかった人たちですよ。マスク、そうです。実はこのね、おばばたち、前は辺野古にも現れたんですよね。で、辺野古に現れて、辺野古のキャンプシュワブのフェンスをね、テープを貼って散々に汚したんですよ。高松リーさん、どうも、ニラありがとうございます。すると、同じ反対派に諌められた。なぜかというと、普段から辺野古にいる反対派はこのフェンスを汚すことに対して非常にね、やはり批判的だった。なぜかというと彼らはいつもそこに常駐してますから、地元の人たちと揉めたくないんですよ。揉めたくない。だからできるだけ地元の人たちを怒らせないようにしているのに、このね、おばばたちがわざわざね、中南部から押しかけてきてフェンスを汚した。そこでやっぱ言い合いになったわけです。もう頼むからテープは貼らないでくれと。するとおばばたちはこう答えた。私たちには私たちのやり方がありますと。すると、このテントにいた活動家たち怒ったんですよ。お前たちはそれでいいんだけど、俺たちがこれを片付けてるんだぞ、知っとんのかと。俺たちは地元の人たちに汚すなって言われてるんだからっていうことで、そこでね、言い合いになった。実際にこのおばばたちがフェンスを汚した後、反対の方々が一生懸命ですよ、テープ剥いでたんですよ。反対派が貼って、反対派が剥がしていたんですよ。こういった光景がやっぱり見られた。まあ、反対派の剥がしてる人たちは、汚いから剥がすんじゃなくてね、地元の人たちに文句言われるから剥がしてるだけなんですけど、まあ、内部でもこのような対立がある。まあ、思想的にも、おばばたちは、普天間基地は県外岩国へと。ところが、この辺野古の違法テントに住み着いてる連中は、県外にと、国外にっていう感じなんですよね。はい、国外に即時撤去だと。そういったちょっとしたやっぱり意識の違いもあって、お互い仲違いをした。で、おばばたちは、せっかくね、この辺野古の反対運動に協力しようと思って来たのに怒られたもんだから、すごいもう意気消沈をして帰った。そして、やる気をなくしてですね、しばらくやらなかった。もう2ヶ月、3ヶ月以上やってないんじゃないですか。すると今回このようにオスプレイの墜落事故が起きた。するとね、してやったりと、時は今という感じで狂気乱舞をして、すぐテープを貼り始めたんですよ。今だったら私たちがテープを貼っても、ね、何も言われないわと。逆に私たちの主張をね、みんなに見せる時だわっていう感じで貼ったんでしょう。しかしね、日本人としてどうなんですか。そう、ここぞとばかりにやった。その通り。その通りなんですよ。残念ながら。彼女たちにとっては、あ、凍結王46世、ゲンスルーさん、こんばんは。彼女たちにとってみれば、時は今だったんですよ。今だったら私たちがテープを貼ったらみんなも認めてくれる。でもどうでしょう皆さん。それはね、彼女たちの価値観だったらそうかもしれないけど、一般の人たちから見たら何やってるんだよこいつらということになると思いますよ。ですからこんなにね、また汚されてしまいましたけど、また週末にメンバー集めて、一つ一つまたね、私たちが剥がそうかなと思っている。だってね、仲間をなくして意気消沈してる彼らに追い打ちをかけるようなことをやっていいんですか？ただでさえね、沖縄の、まあ、八重山日報を除くほとんどのメディアが彼らに対して批判的であり、常に上げ足を取ろうと虎視眈々と狙っている。街中ではパンクしただけ、道をね、渋滞させただけでも、写メ取られて記事になっちゃう。沖縄って恐ろしいぐらいの監視社会ですよ。特に米軍自衛隊の方々が何かしたらすぐ記事になる。いや、何かしたらどころか、保守系の方々が、Facebook で何か書いたらそれまでスクショ取られて記事になるんですよ。はっきりと沖縄っていうのを、ね、日本どこと比べても恐ろしいぐらいの監視社会ですよ。ツイッターとかね、フェイスブックのことが本人に承諾もなく記事になるようなとこなんですよ、沖縄は。それでどれだけね、沖縄の保守系の政治家たちがひどい目に遭ってるか。だからどんどんみんな口をつぐんでいく。責任ある方々が言葉を紡がなくなっていくんです。ミサチネアさん、こんばんはでございます。結果的に責任ある方々が口をつぐむもんですから、県民に何も伝わらない。テレビをどこ回しても、はい、新聞をどれを見ても、みんな出ているのは反基地の人ばっかり、指揮者っていうのはみんな反基地ですよ。今回もね、確か新聞がテレビに出てた指揮者も、なんと普天間基地にね、火のついたランタンをね、飛ばして、オスプレイ燃やそうって言ってた人間が指揮者として出てるんですよ。こんなところって日本中探してもね、沖縄だけだと思いますよ。犬栗林さん、ありがとうございます。狂ってます、その通り。私とってもね、熟知たる思い持ってるんですよ。なんでこんなひどい沖縄になったんだと。こういうのが起こるたんびにとってもね、恥ずかしい思いをしています。そして普段私たちこの海兵隊のね若い兵士なんかと交流を持って少しでもやっぱりこの沖縄のことを日本人のことを理解してもらおうと努力してますよ。そのね中にいたはずの若者たちがこうしてね帰らぬ人となった。もしかすると我々と一緒にマイハウスでステーキ食ってた若者かもしれないんですよ。私たちがハートクリーンをするときにグッドモーニングって手振ってくれた若者かもしれない。敬礼してくれた若者かもしれない。私たちにとっては本当にね人事じゃないんですよ。普段からやっぱりお付き合いのある連中だからこそ本当に私たちも悲しい思いしてる。だけどそれに対して沖縄の行政そしてメディアがこんなね仕打ちをするっていうのはねもう本当に人としてどうなんだろうと。こんな連中に権力を持たせていいのっていうふうに私実際にやっぱり思っています。まあ、本当にねあまりにも悲しすぎる、まあ、現状じゃないかというふうにね思っています。さて今日は実は沖縄で、震度3の地震があって、そうです、南大阪のはしこさんボーリングに負けてですよ、罰ゲームでわさびたっぷりの寿司食わされた若者かもしれない。実は今度の土曜日にこのシングルマリーンの連中と交流会があるんですよ、ボーリングでね。その時にまた寿司ルーレットもするんですけど、ボーリングする前にみんなでね黙祷しようかと思ってます。黙祷してね亡くなった3名の分までみんな楽しくね盛り上げてやろうと。奴らいつも陽気ですから、シューンとしてたらねやっぱり悲しみますから、お前らの分まで俺たちが楽しくやると、もっともっと交流を深めてやるっていうことで、やろうと思ってます。さて、今日地震がありました。お昼頃なんですけど、マグニチュード5で震度3。私車に乗ってて全く気づかなかったという地震というのは車乗ってたらあんまりわからないですよね。どうですか皆さん、沖縄はあまり地震ないもんであまり体験談というのがないんですけど、私自身がやっぱりあまり気づかない。車乗ってた、車自体が普段から何でもない時でもガタガタ揺れる車ですので全然気づかなかったですね。でも被害は全くなかったということで、何よりだったかなと。榎本さんからちょっとメッセージですね。海兵隊の流儀は亡くなった隊員の魂が座る席を用意するですか。これぜひとも用意してですね、わさびたっぷりの寿司をね置いとってあげようかなと思ってます。コーデさん、車揺れる、壊れるぐらい揺れたんですかね。3では気づかないと。そうですね、私は全然気づきませんでしたので、本当に鈍感なのか何なのか、それと全く気づかないっていうか、ちょっと気づかないっていうか分からないっていうのはこれでございます。トン。これ皆さん、私がこれネタにすると思って思ったはずのネタでございます。沖縄タイムズ辺野古高い取材班、8月8日午前、名護市辺野古の米軍キャンプQABゲート前のテントでは段ボール4箱分のマンゴーが届けられ、甘い香りを漂わしております。参加者によると、ざっと200個余りで送り主は不明でございます。人々はカンパ菌と交換でマンゴーを選んでいますと。これってカンパじゃなくてマンゴー、1マンゴー、2マンゴー、3マンゴーですかね。いや、1マンゴーちょっとグレードアップしたんですかね。そうですね、ラブタさん、みんなで笑顔になりますよ、今度の土曜日はね。これねシルバさん、ズバッてきましたね。はい。これ200個っていうとね、200個っていうと結構な数ですよ。これ、200個。個人のね、お家になってる分ではないと思いますよ。で、また、200個。これ、植えてる、商売として植えてるとしても、はい、200個っていうと結構な数なら、ね、数ですから、これちょっとどうなんでしょう。200個。段ボール4箱分っていうとちょっと半端な数じゃないですね。まあでもそれをカンパ金と交換で、はい。いや、送り主不明のものを転売してると。はい。1万号、2万号。はい。これからは1万ではなくて1万号、2万号、3万号でございますね。まあこれ事実上の路上販売。路上販売ですよ。で、これね、まあ、私、Facebook に載せましたけど、送った方はぜひ名乗り出てくださいと。はい。だって、送り主不明って彼らが言ってるわけですから、せっかくですから。お、21時28分、熊本県で地震、マグニチュード 3.9。はい。いや、寒波と交換、これ、意味わかんないですよね。はい、猫さん、マンゴーちゃんありがとうございます。いや、でも、送り主不明のものをですよ、販売っていうのはどうなんですかね。それに、こんだけのマンゴーですよ。こんだけのマンゴーをこんな持ち込まれてですよ。何も疑わないんですかね。疑わないのかな。いや、普通。コシさん、ズバリと来ましたね。我々がだったらこれ誰が持ってきたのか分かんなかったら触らないですよ。それをね、ニコニコとしてもうすぐ転売してるっていうところがすごいなんか大きさよらしいというか。まあこれね、多分箱の大きさからすると1個だいたい500円か600円ぐらいの大きさのマンゴーだと思います。まあ500円としても520で10万円ですよ。10万円分のね、マンゴー。ただでこいつらに持ってくる人がいるんですかね。まあ、消費税は当然払いませんね。寒波ですから、寒波。はい、ターミネーターさん、疑わないです。まあ、実は浅井小畑さん、ニラありがとうございます。実は、私たちがマリンアウトおじさんたちにお茶を差し入れした時も何も疑わないで受け取ってくれましたからね。はい。受け取ってから、ありがとうって言ってからもらいましたから。多分、もらえるものは何でももらうんだと思いますよ。ただね、誰が持ってきたか分かんないようなもんよくこんなしてね、販売をして、販売ですよ。販売して、あと、何ですか？その送り主、もう分かんないって堂々と言えるんだなと思います。これね、本当に持ってきた人が、マンゴー園を持っててですよ。はい。マンゴーの農園を持ってて、そこで、まあ、いわゆる出荷に適さない、まあ、いわゆる産休品ぐらいを持ってきたんだったらわかりますけど、もしこれがですよ、沖縄県内でどっかで大量になくなっていたマンゴーだったら、どうすんですかね、この人たち。この人たち、本当にどうするのかなと思いますよ。いや、これ、マジにやばいですよ。そう。黒海軍工廠さんのおっしゃる通り、これ、盗品だったら、どうすんかなと。だって200個のマンゴー。ね。200個のマンゴー。すごいですよ。誰が持ってきたのかは、はい、送り主は不明と。200個のマンゴーって言うと、かなりの大きさの農園だと思いますよ。そうですね。生田さん、その綺麗にピカピカに磨かれてるような TWX さんこんばんはんこでございます。そう、これ、沖縄のどっかで、例えば、マンゴーの盗難事件とか出てたら当然、これ、私は送った方ぜひ名乗り出てくださいっていうふうに Facebook に書いたんですけど、これ逆に、送った方じゃなくて別な意味で名乗り出てきたら大笑いですよ、これ。いや、ボギーさん、実はうちの農園からね、2、300個なくなってるんだよっていう話が来たらどうするんですかね。まあ実は盗むといえば野田家ゲート。野岳ゲートのそばにマイハウスという、お店があるんですけど、そこにパパイヤ植えてあるんですよね。パパイヤ植えてあるんですけど、そこにいわゆる左翼の、ね、支持者のおば様、おばちゃんが来てですね、このレストランに植えてるパパイヤを勝手にもいでですね、はい、もいで、なんとマリン・アウトおじさんたちに配ってたっていう前歴がありますからね、はい、これは差し入れだよって配ってたんだけど、後でバレたんですけど、なんとマイハウスが植えたやつだったということで、いやー、しかしすごいですね。はい、マイハウスのパパイヤ泥棒を見ましたけど、もう時効になっちゃってますしね、本人も主も呆れ顔でしたので、とりあえずはもういいんじゃないかと思うんですけど、はい、桜彩さん、どうもこんばんは、こでございます。このような感じで、はい、非常に私がだったらこれちょっとね、もらった方が身元はっきりしてたらいいんだけど、これもしかして盗品だったらどうしようなんて疑わなかったんですかね、お客さんの皆さんは。多分何にも疑わずに取っちゃったと思いますよ。これが彼らのメンタリティ、クオリティなんでしょうね。はい。と私は考えております。しかしね、今日本当にこの沖縄でこのオスプレイの墜落事故で3名の沖縄に住んでいた若者が命を失ったと。それに対して沖縄のメディアからは何一つ哀悼の言葉が出てこない。そして沖縄の県政、ね、そして政治家からもそういった言葉が出てこないというのは一体どうしたことなんですかね。批判の声ばっかりですよ。そもそもこの事故っていうのはオーストラリアで起きてるんですよ。オーストラリアで起きてるのになんでわざわざ県庁にまで呼びつけて抗議なんですか？欠陥期って決めつけるんですか？まさにね、これオスプレイを標的にした魔女狩りですよ。そういったことが堂々とまかり通る。そしてこのオスプレイに絡んでいれば人命すらこうして軽視され、顧みられることもないっていうのは本当にこれはね、人として日本人として恥ずべきことだと思います。ただ彼らに何を言ってもね、変わらない。しかしね、私たちは私たちできちんとやはり哀悼の意をどうにか伝えたいとやっぱ思っています。ですから、今週末ぐらいにやる予定の、ハートクリーン活動では、普段の You are our good friend の代わりに3名の若き兵士のために我々も共に祈りますっていうのを英語で書いてですよ、横断幕に貼って、みんなで喪服つけてですね、静かに、彼らにその哀悼の意を伝えようかなっていうふうに思ってますけど、どうですかね、そういうやり方は。4軍司令部に行ってね、花を手向けられるんだったらいいんですけど、多分それ無理だと思いますよ。はい、それよりはもうね、こうしてその普天間基地に出入りをする多くの彼らの同僚、海兵隊員、そして将官たちに、日本人はね、けなすばっかりじゃないんだと。皆さんの同僚が亡くなったことを心から悲しみ、そして共に祈っているのがいるんだということをね、行動で今後やはり伝えていこうというふうに、思っております。私たちが逆にそういうふうにされたらすごいやっぱ嬉しいと思うんですよ。ね、日本人は俺たちのことを嫌ってて、ね、批判ばっかりしかしないと思ってる中に、共に祈りますっていう言葉がね、目に入ったら、やっぱり彼らだってすごい嬉しいと思うし、これはもう早急にちょっと作ってですね、やろうかなというふうに思います。こういったのが報道されることはまずないと思いますよ。でもね、報道されるためにやるんじゃないんですよ。この沖縄にいて、我々と同じ空の下にいて同じように飯を食って笑ってたね、3名の若者が不幸な事故で帰らぬ人となってしまった。それも我々と一緒に、はい、チュースとやってた連中かもしれない。そういった若者に、やはり、隣人として哀悼の意を表すのは、これはね、人として日本人として当然のことだと思っています。まあ、沖縄の政治家や行政や、ね、それから指揮者ができないんだったら我々がします。それをね、親米ポチと言うんだったら笑えばいいんですよ。我々は親米のためにやるんじゃない。ね、亡くなった命は平等なんですよ。それに対してこうしてね、心がやっぱ哀悼の意を表する。私今日の Facebook のページに、この日本社会党のね、重鎮だった上原康介先生がお亡くなりになった記事に載っけてますよ。心から哀悼の意を表したいと。ね、亡くなったら日本では神様なんですよ。ね、恥ずかしめる存在じゃないんですよ。どんなに前がひどかろうが何だろうが亡くなってしまえばね、神様として批判はやっぱり避ける。しかし最近それがやっぱりお記載の中で見られない。亡くなってまでも散々に叩き続けますからね。今だってネットの中で私とか依田さんのことをね、散々に叩いてる左翼がいっぱいいますよ。でもね、70年前にこの沖縄の空で陸で海で戦ってた人たちに比べらなんてことないですよ。僕全然痛くもないし、やるならやれっていう感じですよ。トムキャット君なんかもね、私のことを絶対に許さないって言いながらブロックして遁走してますからね。絶対に許さないっていうことは相手をブロックして身を隠すことだっていうことを私よーく分かりましたよ。今日トムキャット君見てるんじゃないですか、福岡でね。で、私がなんか人を使って彼に嫌がらせをしてるとか、なんか被害妄想にも陥ってるようなんですけど、それはやっぱり私が指示してるどうのこうのじゃなくて、ご本人の解消の問題だと私は思うんですけどね。まあでも本当に左翼っていうのは身勝手で、卑怯で姑息で、そして残酷だっていうことがね、まあ、今回の事故で十分私はもう再認識やっぱりできました。しかし彼らを批判しても何もやっぱり変わらない。それよりはね、自分たちにできることをやろうっていうふうにね、思っております。はい。まあ、本当にささやかなことしかできないんですが、もう自分たちにできることをとにかくやる、実行するっていうことでね、彼らとの信頼をより強固なものにし、それを絆としてね、未来永劫、守っていこうと思っております。まあ、当然悪いところにはボンバン文句も言いますけど、ね、こういった人の命が勝った時にはやっぱり共に祈るべきだと。ね、それから事故のね、原因究明どうのこうのはその後からでいいと思っています。だって1日2日で出るもんじゃないんですよ。ヒューマンエラーにしたってどのようにエラーが出たのかっていう調査はこれからになると思います。それもわからない、出ていないうちに、はい、飛行停止せよとか、あと、欠陥機とか、起こるべくして起こったってね、もう本当に鬼の首を取ったように、勝ち誇るこの尾長知事、最低でございます。もう、知事というよりは、本当に人としてね、日本人として私はね、この尾長知事、本当にもう、恥ずべき存在だと思ってます。もうね、顔も見たくない、そんな気持ちですけどね。はい、ただ、文句ばかり言っても始まらない。自分でできることを今後ゴンゴンやっていきます。それと、近々に、依田啓二被告、はい、起訴状が出て起訴されてますんで、依田啓二被告と、まあ、呼びます。非常に呼びにくいんですけど、依田啓二被告の今後の裁判について、まあ、ご本人とも話しましたけど、やはりきちんとした支援体制を作ってですね、ガンガンやっぱり応援をしていこうと。で、今後ですね、そういった依田被告のように、まあ、左翼に訴えられてですね、泣き寝入りをするような人たちを支援していくような、私たちのやっぱりそういった組織をですね、立ち上げて、今後この弁護士を使って、言論封殺、そして生活を潰そうとする左翼と今後私たちも戦っていこうというふうに考えてますんで、ぜひ皆さんもご参集、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。なお本日は、例のギャンギャンナイトは、師範、地元に帰ってますんで収録になってます。今日は2部の方はございませんので、久しぶりにコメントをですね、嵐のように打ち込む必要はございません。本当にお気軽に、のんびりされていただきたいと思います。ということで、今夜のボギーチャンネル、半分ホラーな、状況でお送りしました。でも、両足がすごいかゆいです。はい。今日はこれからまたこれとですね、かなりまた、お世話になろうと思ってますんで、ぜひ皆さんもやぶかに刺されぬよう、素敵な夜をお過ごしください。ということで、今夜の放送、これにて終了します。皆さん、最後までありがとうございました。